久しぶりにふるさとの飛騨に帰った獅子丸たちは、そこでユイという娘から師匠家臣小路がインドでの修行中に記したと思われる家臣覚書の存在を知らされた。ユイはセムシの作郎に見張られているようであった。そしてユイは父に隠れて家臣覚書を見せることを獅子丸たちに約束した。だが獅子丸を親の敵と狙うオロチジュニアが現れ、凄まじい戦いとなった。戦いが終わった時、ユイの父引きよもんが姿を現した。どうぞご覧なさい。では。違うわ。ガマウルフ覚書の秘密。それではユイさんが嘘を。はい、お恥ずかしい話だが、母親を亡くしてからどうもいけません。墓参りの寺からでも家臣小路さんのお話を聞いたのでしょうか。それ以来変なことを思い詰めるようになりましてな。それでは家臣覚書は。そのようなものがどうして我が家にありましょうか。でもご主人はインドへ渡られたとか。昔わしが船に乗っておったので、そんな風に言っておりましたか。いやはや、何ともあなた方には迷惑をかけて、どうかわしに免じて勘弁してくだされ。あのユイさんが嘘か。なんだお姉ちゃんか。僕とよりも女の手鏡の方が強いのかしら、コスケちゃん。そんなことないさ。でも綺麗な手鏡だね。お母様の形見なのよ。へえ、それで大事にしてるんだね。よコスケちゃんの大事なものって何。この笛さ、お師匠様の形見なんだ。吹いて聞かせて。めったには吹けないんだよ。だってお師匠様の魂が込められてるんだもん。お師匠様の魂が。うん、でもそのうちきっと吹いてあげるよ。約束したわよ。うん。なんだかおかしいな、あのゆい姉ちゃんが嘘を言ってるなんて。コスケの言う通りだ。あの目、あの目は嘘をついている目ではないが。お父様、どうした。ゆい、また何か思い詰めたか。お母さんのことを考えていたのか。お前の悲しむ気持ちはわかるが、いつまでも嘆いていてはいけないよ。いいえ、私お母様を思い出していたのではないんです。お母様が死んでから、お父様は私からどんどん遠くなる。それが悲しい。ゆい、お父様は何か私に隠してる。またそれを言う。これゆい、その鏡をお父さんによこしなさい。そんなものを持っているから変なことばかり考えつくのだ。嫌です、これはお母様の形見ですもの。困った娘じゃ。いかがいたした。おかしいぞ、今怪しいうなり声か。うなり声。うん、なんだあれは。この上怪物め、成敗してやる。うん、たちで見事に決めている。すごい腕だ。シマル兄ちゃん、こんなもんが落ちていたよ。
ゆい、近頃お母さんによく似てきたぞ。美しくなった。お父様ったら。いや、いかん。またお母さんを思い出させてしまった。ゆいを見なかったか。いや、一向に。どこへ行ってしまったか。ゆい、ゆい、家中を探しましたが、ゆいはどこにも見当たりません。まったく困りました。他に心当たりは。ありません。人に恨みを買う覚えはないし。おや、どこにありました。それは私のです。昨日から探しておりました。そんなわけで何もお構いできませんが、どうぞごゆっくり。シマル兄じゃないのは。声が大きいぞ。シマルさん、なんだか辻褄の合わないことばかりじゃない。なんとかしないと、ユイさんにもしものことがあったら。正体は貴様だな。ガマウルフの毒斬りだ。次第に体はガマの毒で麻痺してくる。おのれ、ライオン丸剣山。ご無理をお願いして。何の何の。誰か様子を探りに来ませんでしたか。大丈夫ですが。シマル兄ちゃん、しっかりして。おいらがわかるかい。目を開けたよ。シマルさん。どうしたんだ俺は。ガマウルフの毒にやられちまったんだよ。
ガマウルフの毒。そうか。どうなることかと思ったわよ。もう大丈夫だ。で、ユイさんは？まだわからないわ。ヒケモンさんはどうだった？あれからシマルさんに言われた通り見張ってたんだけど、急にどっかへ消えちまったんだよ。消えた？どこかへ出かける支度をして庭へ降りたのまでは見たんだけど。そうだ。何よ、急に大きな声出して。あの時大きなヒキガエルが庭石の方へ跳ねていったのを見たんだ。ガマウルフ。おいら嘘なんか言ってないよ。そうだ、嘘をついたのはヒケモンだ。奴はゴースの一味なんだ。ユイさんの言う通り、過信覚書は必ずある。手上がりがつかめるぞ。でもユイ姉ちゃんはどうしたんだろう。ユイさんは他にも何か知っているんだ。だから都合が悪くなってどこかに連れ去られたに違いない。でも自分の娘なのになぜ。たとえ娘であろうと都合が悪くなれば容赦はしない。じゃあほっとくとユイ姉ちゃんが危ないね。うん、何としてでも手がかりをつかまなければ。どうしたのかしら、笛が病んじゃったわ。確かに天外山の上の方で光がピカピカしていたというんだわ。うん、オイラの笛に合わせてルイ姉ちゃんが合図してくれたに違いないよ。他に全く手がかりがない以上、どんなことでも当たってみた方がいいと思うわ。天外山には化け物が住んでるだよ。化け物。なる子だ。気をつけろ。やっぱりここが隠し取り手だったんだわ。ここにユイ姉ちゃんが捕まってるんだね。お前たち二人は裏へ回れ。俺が表で一騒動を起こす。その隙にユイさんを助け出すんだ。
とうとう来ましたね。ひけもん。いや、ゴースンの手下怪人がまうる。私の正体が分かってしまったようですね。お望みとあれば相手もしよう。家臣覚書はどこだ。これですよ。私もジャラモンで修行をした忍者の一人。そう簡単には渡しませんよ。私はもう村へ戻れません。なぜ？私は知ったんです、父の正体を。あなた方もご存知でしょう。私の父はガマウルフだったんです。でもお姉ちゃんは怪人じゃないよ。そうよ、とにかく山から降りましょう。風よ、光よ、正義の祈り、哀れしきライオンマル。日本の平和を守るため暗黒魔人をやっつけろ。今だ、今こそ変身だ。走れライオン、飛べ飛べライオン、やめて。ライオン飛行隊。大事な立ち合いの邪魔をしようって。ゆい、お母様。離れてくだされ。
行こう。ユイ殿のおかげでこの家臣覚書を手に入れることができました。お師匠様、共にインドに渡ったこの人々の中にゴースンを知っている者が必ずいるでしょう。いや、もしかしたらこの中にゴースンがいるかもしれない。休む間もなく歩き続ける三人、ようやく手にすることができた家臣覚書。ゴースンの弱点を知るために、その手がかりを求めて再びふるさと飛騨を後にした三人の行く手には幾多の困難が待ち受けている。頑張れ獅子丸、沙織、小助、ゴースンを倒す日の来るまで。